アレクサンダー・フォン・メンスドルフ・プイリー、ヨーゼフ・クリー・フーバーが、1854年、アレクサンダー・フォン・メンスドルフ・プイリー・ディトリヒシュタインは、オーストリア帝国の軍人、政治家、帝国最小及び外相を務めた。オーストリア軍陸軍中将のエマヌエル・フォン、メンスドルフ・プイリー・伯爵と、ザクセン・コーブルクイコー・レザールフェルト公女、ゾフィエの間の4、男として生まれた。父方の家族は、 ロレーヌ地方のプイ・シュルムーズに領地を有するプイ・ダンシャクカの出だが、フランス革命が勃発して、ドイツに亡命すると、メンスドルフの姓を名乗り、1818 18年に白尺となった。母方の祖父は、ザクセン・コーブルクイコールザールフェルトコーフランツであり、ベルギー王レオポルド一世の王位、イギリスのビクトリア女王とその副君アルバート王子、ポルトガル王フェルナンド二世のいとこにあたる。 1829年にオーストリア軍に入隊。1836年に大位。1844年に少佐に昇進。1848年から1849年に掛けイタリア及びハンガリーでの革命騒乱の鎮圧で先行を立て。1849年に大佐。1850年に少将となった。1851年には オーストリア政府の特別委員として、シュレース・ビヒ・ホルシュタインに派遣され、1852年にサンクトペテルブルク駐在のオーストリア公使となった。1853年に公使を退いた後、1年間イギリスに滞在した。その翌年には、第七軍団所属の旅団長となり、1858年には、中将となった。その後ガリツヤの総督に就任し、 1863年の1月放棄に、際しては反乱の鎮圧に勢力を傾けた。1864年10月に、ヨハン・ウェルンハルト・フォン・レヒベルク伯爵の公認として、外務大臣に就任、翌1865年の6月から7月にかけて、1ヶ月の間最相を兼任した。メンスドルフ・プイリーは、典型的な皇帝の忠実な下僕であり、 1866年の第二次シュレースビヒホルシュタイン戦争には公認の最小リヒャルト・ベルクレティ伯爵と一緒になって憲法を一時的に停止させた。1866年11月に外相を辞任した。その後、アグラム中東軍の軍団長となり、さらにプラハ駐在の軍団長に転任した。オーストリアの由緒ある貴族家門の一つ、 ディートリヒシュタイン公爵家の後取り娘アリーネと結婚し、1869年に義父が亡くなると、皇帝フランツヨーゼフ一世ンの特使により、ディートリヒシュタイン2、ニコルスブルク公爵位を相続した。次男のアルベルト・フォン・メンスドルフ・プイリー・ディートリヒシュタイン、伯爵は外交官となり、第一次世界大戦の戦前及び戦中には、国際的に重要な役割を果たした。 ありがとうございます。